アラン・ホバネスはアメリカ合衆国の作曲家。本名はアラン・バネス着幕事案。アルメニア系の父親とスコットランド系の母親との間にマサチューセッツ州サマービルで生まれる。4歳より作曲を始め、10代の時に2つのオペラを作曲して高校で上演し、ロジャー・セッションズから注目を受けた。1929年に高校を卒業した後、 ニューイングランド音楽院でフレデリック・コンバースに指示した。1934年には死縮していたジャン・シベリウスに会うためにフィンランドに旅行した。その後、20年間二人は文通を続けた。1936年にはインドの舞踊家、ウライシャン・カールのボストン公演に参加し、インド音楽への関心を強めた。1940年から10年間、 マサチューセッツ州、ウォータータウンのアルメニア協会のオルガニストを務め、アルメニア音楽への関心を強めた。1942年に、タングルッド音楽センターで、アーロン・コープランドとレナード・バーンスタインから批判を受け、それまでの作品の多くを破棄し、より深くアルメニアの主題を研究するようになった。1948年から、ボストン音楽院で教職に就いていたが、 1951年、ニューヨークに移り、ボイス・オブ・アメリカの中近東部門の作曲家、音楽監督として勤務した。1955年に、公共曲、第2番、神秘の山が、レオポルド・ストコフスキーの指揮、ヒューストン公共楽団の演奏で初演され、高い評価を得た。1956年から1958年まで、ハワード・オンソンの勧めで、 イーストマン音楽学校で夏季の講座を受け持った。1959年から1963年まで、インド、ハワイ、日本、韓国へ研究旅行を行い、これらの国の伝統音楽の要素と自らの作品との融合を図った。1959年から1960年にかけて、チェンマイでカルナティック地方の音楽を研究し、300以上のラーガを集め、 1962年から1963年まで日本で雅楽、長唄と浄瑠璃を学び、その影響が指摘される。1965年には先祖の国であるアルメニアを訪問した。多作家で知られ、生涯に434の作品番号を付した、楽曲を残した。一つの作品番号に複数曲がまたがっているので、創作品数は500を超えた。 公共曲を67曲も作曲し、1990年代まで地方のオーケストラ他で初演されていた。6度目の結婚相手は、日本のコロラ・アトゥーラ・ソプラの歌手ひなこ藤原であった。作品番号を付していない、自筆譜が大量にあるため、彼女は現在ホバネス作品の出版社を起こしている。遺作は、現在番号管理がなされていない。ありがとうございます。